はい、遅くなってごめんなさい。やっとですね、やっと放送できました。はい、すいませんでした。だいぶ、時間がかかってですね。はい、今はですね、カトリック築地教会っていうところで、ですね、こういう感じで今集合しております。ということで集合しておりまして、で、これからですね、これからデモに行く予定です。これからマーチ行進ですね、行進しに行きます。ちょっとカクカクかもしれません、ごめんなさい。電波の具合がちょっとですね、ちょっといいか悪いか分からないんですけど、これは最後はどういうふうに利用してらっしゃるんですか。これ今放送してるんですね。放送してる。放送して録画もできます。どの放送ですか。ニコ生というですね。あ、聞いたことない。キリスト教新聞、じゃあキリスト教放送、キリスト教の番組を私が持ってまして、そこで放送してるんです。去年その会社の方が取材に来ていましたけどね。そうですか。そうですか。はい。はい、こんにちは。どなたかな。菊池さん。千葉監督ご存知ですか。どうか。千葉監督ですか。いや、手塚先生にね、はい、できたら取材になった方がいいと言われてます。ああ、千葉監督。今来るとは。おいでよねと限らないです。ああ、そうですか。千葉監督はちょっと知らないです。はい、ですね、はい、今日はですね、プロライフと言いましてですね、まあ中絶反対運動なんですけど、菊池さん、レイプされても赤ん坊に罪はないので中絶を。そうですね、まあそういうことなんですね。はい、プロライフですね。プロライフ、そうですね、何から話しましょうか。贅沢っていうのはカトリックの何ですか。贅沢、贅沢カレッジ、贅沢なんですか。はい、今こうやってですね、大勢、集まっています。日本、延長忘れてましたね。じゃあまず忘れる前に延長やりましょう。はい、延長ですね。延長大事ですね。延長は2回しとかなきゃいけないので2回しとかなきゃ。はい、延長しました。ですね、今日は今年の、うちわはこういううちわですね。困った妊娠でも産んでよかったってみんな言う。困った妊娠でも産んでみんな良かったと。信仰的な価値観で中絶を考えればアメン。でこれこっちですね。こういうですね、ラブライフ、ラブライフ、つまり命を愛そう。
命を愛そうですね。命を愛そう。Pasta. This is a movement. Broadcasting. Okay. Broadcasting. Okay. This is mine. Thank you. Thank you. 私も持ってます。ちょっと待ってくださいね。Excuse me, this is my... Oh, thank you. What's that? You see.ありがとう。マザーテレサのキーホルダーいただけるんですか？あのマザーテレサの キーホルダーどうしてます？マザーテレサはですね、あの地絶反対をされて言われてる方ですね。あのマザーテレサは1991年にですね、東京で国際生命尊重会議、東京大会っていうのが1991年4月27日にあったんですが、この時にですね、胎児の人権宣言をしました。胎児の人権宣言、これはですね、あの胎児の足型なんですけど、ここにですね、これあのプロライフバッジと言いますね。足の3ヶ月の足の、この今3ヶ月のですね、あちょっと向こう通ろうかな、ちょっとごめんなさい、はい、この絵がですね、あの要するに妊娠3ヶ月の実物大の大きさですね。妊娠3ヶ月の実物大の大きさです。で、もう本当に人間の形をしています。人間の形をしてですね。いや、ほどいてないよ、こっちで。もう本当に。あ、こっち、ここ通れるの？そうだよ。スタートしました。スタートしましたね。世界からも来てくれてるみたいですね。
い、すごい。こんにちは。こんにちは。すごい、スポット、すごい。あ、こんにちは。赤ちゃん、赤ちゃんは、男の女の子。そうですね。はい、あ、これインターネットの放送です。映ってます、ね、いいですか？なぜですね、まあ、中絶しちゃいけないかということはですね、時々放送でもしています。で、このマーチもですね、今年で、何回ですかね。今年で、3回か4回ぐらいでしたね。今朝もですね、ちょっとその、熱中症ですか。ですね、お茶持ってきました。お茶持ってきましたので飲みたいと思います。このデモはですね、まああんまりあのシュプレヒコールを言わないですね。どっちかというとちょっとおとなしいデモなんですね。まあ、そのサイレントスクリームっていう言葉がありまして、その声なき叫びというね、胎児はですね、まああの中絶されるときですね、叫んでるんですけど、まあ羊水の中にいますから、あの声は出ないわけですね。でそれをサイレントスクリームと言いますけど、まあ静かなデモはですね、まあ、ある意味ではサイレントスクリームを表しているのではないかなと思います。さっき、あ、今日の今朝もですね、今朝もこの話したかな。今朝もこの話したと思うんですけど、この実物大の3ヶ月の実物大の胎児なんですけど、この胎児をですね、器具で頭を割って器具で書き出すという。あ、こんにちは。どうも、こんにちは。器具で書き出すという、そういう手術がですね、中絶なんです。ですから本当にそれは残酷なことであり、ほとんどですね、ほとんど人間になっています。ほとんど人間のように手足もあるし、この足もですね、こういうふうにちゃんと、まあ、足型になっているんですね。
そういうわけで、まあそういうわけでですね、何を話しましょう。ちょっとカクカクしてますね。ちょっとカクカクしてます。すべての子供が歓迎される社会、すべての子供が歓迎される社会愛の反対は無関心、愛の反対は無関心。マザーテレサ、ね、今赤信号なんですけど、今交通規制をしてます。車を止めてですね。車を止めて今デモをしております。優先、私たちが優先しているわけですね。子供を育てるのにお金は必要ありません。愛があればアメン。前の方に続きを進めてください。まもなく信号が変わります。本当にそうですよね。愛が必要です。幼児虐待、そして、いじめもですね、結局人間の命をどう見るか、人間の命をどう見るかということなんです。今日の朝もちょっと話しましたけど、命はすごく大事だと。多くの人はですね、この命の命の生命感が低いんですね。生命感が低い。しかし私たちは神様に似せて作られた、神様に似せて作られた人間の命はものすごい尊い、ものすごい尊いと、考えます。ですからお金がなくても障害があろうと、レイプされても、命を抹殺するということは、ありえない。命というのはすごく大事、命というのはすごく大事です。生命軽視、皆さんこんにちは。生命軽視がですね、生命軽視が結局ですね、虐待とかですね、暴言や暴力、それもですね、結局生命感が低いからですね、生命感が低いから、その命が尊いと考えるならば、心も大事と考えます。そういうわけで、皆さん、
私たちは生命館、こんにちは。こんにちは。YouTube、チャンネル。ニコ生チャンネル。おー、いいね。Do you know? Just I'm broadcasting now. Okay, are you okay to? Okay. 今あのブロードキャスト。ブロードキャスト。ああ、本当。なんて言えばですかね。今中絶のことを、はい、のマニフェストをやってるんですよ。まあ皆さんここでキリスト者として命を守るために、まあ今の社会の中で、まあその考え方を変えようっていう、まあマニフェストという感じでね、命が大事なことですね。神が大事なことだから、ね、それを大切にしましょう。皆さん、これ、あ、これね、ちょっとあのタイムラグだ。あ、はい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 、そうだね。はい。うん、あれ毎年横田、毎年やってます。毎年やってます。毎年やってます。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。だいたい1時間ぐらいのマーチですけど、ちょっと毎年するかどうか、今年はちょっと時間がずれてるので。やや涼しいですね。やや涼しいです。それでですね、皆さん、人間にとって大事なのはですね、生命感がとても大事なんです。生命感。生命感というのはですね、人間はとだ、何かコメント映ってもいいですか？これ今放送してますけど。ですね、本当にどうしてもあのしないと、でいろんな理由でね、はい、若い人たちしてらっしゃるかもしれませんが、はい、あの必ず他の方法がね、はい、あるんですよね、はい、命をそこで絶たないで、はい、あの必ず方法がある、うん、こういうのをできるだけ今日渡したいと思ってます。その人たちだけの責任じゃないから、あの他のね、そうですよね、一人の問題じゃなくてね、絶対の他の方法がね、特に若い人たち経済的いろいろあるかもしれませんが、あの中絶だけしないようにしていただくといいですね。はい、と望みます。はい、ありがとうございました。私たちはまあ、隣人を自分のように愛せよとイエス様が言われています。隣人を自分のように愛するということは、隣人もですね自分のように大事だと、自分だけじゃない、自分だけじゃない、どんな人もどんな人もとても大事だということですよね。どんな人もみんな大事、自分が嫌いな人も、自分にひどいことをする人も、暴言暴力する人も、私たち敵はしなさい。延長ですか？ありがとう。菊さん、ありがとうございます。一応延長しております。一応延長しております。おまりさんも大変ですね。あ、どうも。何かコメント言われますか？去年も確か参加してましたね。はい、一応放送映ってもいいですか？前の方についてお進みください。すみません。今生中継。
ではなんかネット上で配信。はい、あのニコ生っていうところで今放送してます。私ですか？私はあの牧師やってるんですけども、あの30年前、40年前、35年前からあのこの小さな命を守る会に関わってですね、あの以前は軽井沢でね、今もやってますけど、軽井沢でキャンペーン、原宿でやったこともあるんですけど、最近またあの始まったんですね。まず今年で3回目ぐらいかな。35年ぐらい前もなんか軽井沢とかでこういう歩いたり、はい、キャンペーン、あのトラックを配ったり、ポスターを貼ったり しましたね。中断してた時期とか結構長い。え、中断してた時期とか。いや、私はね、一応あの個人的にはずっとやってまして、で特にこの放送ではずっとやってまして、もう10年ぐらいやってますね、放送では。あのいろんなテーマを扱うんですけど、中絶のテーマもよく年に何回かやるんですね。他はどんなテーマ？あとはですね、まあ伝道が一番ですね、伝道。あと韓国問題とか靖国問題とか、それから不貧困、偶像崇拝、それからイスラエル問題、まあ何でもやるみたいな、再臨についてとか、ね、景気についてとか、そういうこともやりますね。35年やってらっしゃるとすごいですね。そうですね、もう一人いらっしゃいますよ。あの88歳の方がいるんですけど、その方も私と同じ運営員だったんですけど、88歳で今参加してて、いやーすごいなと思いますね。そうですね、88歳で参加されてる方がいるのはもうすごいと思います。じゃあちょっと今放送してますけど、どうしましょうか。終わってから。はい、あの鈴木さん映っちゃってもいい、放送映ってもいい。じゃあ、あの鈴木さん、ちょっとですね、中絶反対についての中ちょっとメッセージをしてください。メッセージ。ちょっと失礼ですけど、お年からちょっと。はい、私は77歳。わあ、いい数字ですね。いい数字です。頑張って参加しました。ね、で、鈴木さん、毎年参加されてるじゃないですか。去年が初めての。あ、去年初めて。今日、今回2回目です。あ、でも中絶はね、はい、前から反対でね、神様から授けた、はい、もう命ですから。そしてね、中絶はな、人殺しですからね、赤ちゃん殺しですからね、絶対に許されることではないんですけども、日本でそれが普通に行われているということね、人に。鈴木さんはあれですか、何年ぐらい前からあのプロライフやれてるんですか。そうですね、と反対の気持ちでして、あの辻岡先生とちょっと前から存じ上げて、100万人に向かせていただいて、正式に会員になったのは数年前から。ああ、そうですか。今は鈴木さん、どういう活動されてるんですか。そうね、あの超特会を。あ、超特会。青山超特会。はい。毎週水曜日の朝やってますし、から
その世話人と、こちらちょっと世話人たちと月1回です。それから上等会とか出席して、私のうちでも世田谷上等会とか、ああそうです。それから信徒全身選挙会という、はい、上等会の姉妹団体の信徒会ですけど、その事務局をですね20年近く、以前20年ぐらい前にね、御殿場に招待してくれて、ちょっとね、話ができましたけど、ちょっと続けてやってまして、はい、今会場はオリブの里に移ってます、数年前から。ついこの間、2週間ぐらい前に大会が終わったばっかり、ね、そうですか。お惜しくされて90名ぐらいの大会で、おいしいですね、90名、今お元気で嬉しいです、ね、よく鈴木さんにあちこちでお目にかかってですね、非常にお元気で素晴らしいです。足のお恵みで、はい、健康で素晴らしいです。これからも一緒に元気でね、一緒にやっていきましょうね。ありがとうございます。じゃあ後ほど後でね、だいぶもうだいぶどのくらい歩いたんでしょうかね。もう1時間近く、あれどこでしょう、あここは桜橋、桜橋というとこですが、今日はですね暑いので1時間ぐらい時間がずれて、そうですね、まあ汗かくこともたまにはいいですよね、ちゃんとこう無線も用意しています、熱中症にならないように。意外とプロライフっていうのはですね、意外とカトリックの人が多いんですよ。あ、そうですよね。何かコメントいただけませんか。何か中絶反対の何かメッセージを。中絶反対？中絶反対。赤ちゃんの命を守ろうというメッセージ、何かありませんか。あ、それはすごく賛成ですよ。はい。してるそうですよ、はい、神が与えた命だから、そうですね、やっぱりその命は神様がね、はい、見ておられるから、旧約も読んでるけど、はい、神様がその裁きはある、はいはい、私は思うんですよね、うん、だけどイエス様の血潮によってのみそれは許せない、はい、本当に父の命を殺すのが、うん、そうですね。もうプロライフはいつぐらいから関心があるんですか。ずっと何十年も。神殿教会。エリック先生。何県ですか。千葉県です。最初にできた頃から、はい、私ずっと。じゃあね、結構長く来られてね、素晴らしいですね。そうですね。お元気で素晴らしいです。ああ、ちょっとね、きついですよね。お元気で嬉しいです。じゃあこれからも一緒にやっていきましょうね、はい、ありがとうございました。はい、どうも。ちょっと休みたいですけど休めないという、休みたいけど、こんにちは、お疲れ様です。日本語できますか。今ある程度、放送してますけど映ってもいいですか。どうぞ。何かプロライフについてのメッセージをくれますか。はい、アメリカから来た。アメリカから来たんですか。ええ、このために。いや、このためではないですけれども2年くらい、辻岡先生と成合先生と池田さんと加藤さんと付き合って
ってきましたけれども、非常にこういい行動で絶対続けてほしいと思います。アメリカではワシントンで1月にありますよね、ありますで何十万っていう人が集まるんですよ、ね、そうで す, そうです。私はそこに会ったことないんですが、はい、シカゴにあるゴーライフのマーチマーチゴーライフに参加したことあります。あ、シカゴの方で冷凍庫みたいですよ、非常に寒くて。あ、シカゴは寒い、1月だからね。1月です、そうです、非常に寒いなんですが、そこにも大勢が集まって、あ、で、年度大きくなっている。あ、だんだんね、アメリカではどうですか、中絶問題は。下がってきていると思いますけれども、それやっぱり妊娠がしたい人が少なくなっているからと言われています。何がしたい、なんかこう命に関わる願望が薄くなっている。子供が欲しくないと。子供が欲しくない、妊娠そのものがダメだと。妊娠を避けようとしていますので、妊娠の子供を、あ、妊娠を避けようと、避けようとしていますので、妊娠しないようにしないのに、で、そうすると、やっぱり妊娠にもしないが、まあ、中絶率が下がると思いますけれども、やっぱりもう少し命の尊重、尊敬を分かってほしいなと思います、向こうでも。あのトランプさんは、あのプロライフじゃないですか、じゃない、オバマさんは半信半疑、オバマさんはプロチョイスじゃなかったですか。オバマはかなりひどかったんですよ。トランプの方がマシですが、彼はまだ十分分かっていないと思います。もう少し理解してほしいな。そうですか。アメリカではね、そのちょっと過激すぎてね、医者を殺すような、あの人もいるけど、ちょっとそれはね、最近は少ないじゃないですか、ね、そうです。最近もう少し愛を込めて、愛情を込めて、妊娠している方々のために何ができるかと、あれを優先にして、頑張られてきたなと思います、ね。マリア様のお後ろに行列を取って入れようです。カトリックのクリスチャンですか。そうです。アメリカのカトリックはの人はどうですか、あの増えてますか、減ってますか。そうですね、熱心の信者がいるはいるんですけれども、そうでもない人も多いんで、やっぱりまずはカトリックの中から始まって、周りのカトリック信者を納得してから、しっかりの下調べ、礎を作らなければならない、あのカトリックはプロライフがすごくね、あのその強くて、多くの、 あのプロライフの団体はカトリック系が多いですね。が多いんですよ、向こうでは。しかしミサに来る一般の信者はやっぱり関心が薄いなと思います。気楽ですよ、やっぱり神父さんがミサの中で説教するときに、中絶などについてその話題を、について語る神父さんが少ないな。少ない、なかなか言いにくいとこがありますよね。 それはそうですね、やっぱり誰が中絶を受けたことがあるかなと、それを言いづらいことだと思います。あの私はプロテスタントですけどね、はい、あの私牧師ですけど、やっぱりプロテスタントでもちょっと言いにくいですね。やっぱりそうですね、ちょっと言いにくいので、まああまりあの傷ついてる人もいるんですかね。そうです、あの難しい言い方は難しい。そうです、そうです、そうです。私たちはね、あの責めるつもりはないのでね、責めるつもりはないですが、やっぱりその風に受け取れる人が多いんです、ね。そうですね。あの同性愛の問題もね、それもね、私たちは同性愛をあの責めてるんじゃないんですよね。責めてるんじゃなくて、まあその同性愛というのは神様の御心ではないというね。そうです。助けたい。そう、助けたいということですね。自分の罪を認めながら、はい、お互いに神様の御言葉をしてらいましょう。
攻めているわけはないです。そうですね。今日どのぐらい集まっているでしょうかね。そう、人数は、人数はね、100人超えてますかね。100人はいないかも。いないですね。100人わかんない、100人前後だろうね。なかなかテーマがテーマなので、まあ、アメリカは何十万って集まりますけど、日本はそもそもクリスチャンが少ないし、あ、なるほど。でクリスチャンでもその中絶反対で、デモに参加するほどの人は少ない。なるほどです。はい、だから本当にもう一握りの人しか知らない、知らないというか、あの参加しようとしないと。私が2年ぐらい前に参加させていただいて、はい、初めてで、今年が2回目。ああ、そうですか。で、前と比べて今の方がちょっと人数が多いな。ああ、そうですか。多いんですか。そうですね。よくわからないです。ちょっと増えたかもしれない。うん、ちょっと増えたかもしれない。ね。かもしれません。ジョーカー先生は今いらっしゃいますか。今日はね、ちょっと用事があって来れなかったんです。ああ、そうですか。残念。そうですか。渡そうと思ったものを持ってきまして。ああ、そうですか。じゃあもし、会いましたら、ぜひ、モーガンからの、よろしくお願いします。多分、辻岡先生と会う方が多分いると思うんですが、その方に連絡した方がいいかもしれませんね。すみません。そこに、そこの男性がいますけど、多分彼は、代表、池田さん、彼に言えば、つながるのかもしれません。じゃどうもありがとうございます。すみません。お疲れ様です。ここはですね、これ京橋ですね。京橋ですね。京橋ですね。あ、もうちょっと限界。菊池さん、限界に近くなってきましたね。ちょっと限界に近い。皆さん今度一緒に出て引っ張ってください。大体何人も引っ張ってください。それで皆さんにですね、ちょっと言いたいことがあるんですね。なんか何のことなんか今見てとかうちはね、がっつり見たかったね。池田さん、あ、どうぞ、はい、池田さん、タイトの人権宣言持ってますか。それね、持ってます、それ前、はい、カバンに入ってます。あ、本当は素晴らしい。前もやっぱり持ってます。今日も私これをね、つけてる。ああ、そうなんだ。つけて、あ、何これ。これはね、あ、映っちゃう、ごめんね。いや、映っちゃう。大丈夫。ですね、タイの人権宣言っていうのがあります。これは今からですね、26年前に東京で、その宣言されたタイの人権宣言ですけど、ちょっとそれ読みますので皆さん聞いてくださいね。これとても大事な人権宣言。ですね、タイ人の人権宣言全文、人間一人一人が受精の瞬間から自然死に至るまで、生来の尊厳と固有の価値を有するので、今日我々は公に以下の6か条の宣言に同意する。第1条、我々は胎児一人一人が受精以後の発育のすべての段階において人間であるという科学的事実を確認する。第2条、我々は本宣言に定められている権利を人種、胎年齢、胎児齢、
性別、国籍、宗教、社会一般経済質疑、障害の有無、その他いかなる理由によっても差別することなく尊重する。第3条、我々は胎児が1948年の国連の人権宣言に述べられている胎児以外のすべての人間の基本的権利と同様の権利を、有することを確認する。我々はこの権利が立法によって認められることを要求する。第4条、我々は胎児一人一人が良好な体内環境で発育する権利を有することを認める。この環境には出産までの母親の適切な保護と両親への支援を求める権利が含まれなければならない。胎児が、第5条、胎児が受精の時から科学的、医学的、また医学的実験や利用に供されない権利を有することを確認する。ただしこの実験や利用が胎児に直接役立つ場合を除く。第6条、ここはどこでしょう。ここは産みたい、支え合う社会。あ、東京駅かな。第6条、我々は胎児の発育とそれに関する諸問題についての科学的事実の教育の推進に努める。また我々は女性が子供を産み育てるのを難しくしている社会的、経済的並びに法律的諸条件の改善を努める。結び、以上に鑑み、我々は全ての国際団体、政府、組織、並びに全ての善意の人々がここに含まれる各箇条を公認し実行するように強く進める。これがですね、これがあの胎児の人権宣言ですね。同意します。菊池さん、ありがとうございます。同意します。まあ暑いということでね。でも88歳の人が歩いてるんですよ。88歳の人が歩いて、まあ私はまあパソコン持ってますから、ちょっと余計負担が多いんですが、はい、だいぶあとまだしばらくありますね。
Thank you. ここはですね、有楽町ですね。有楽町。有楽町。いや、結構厳しくなってきましたけど。街の歩いてる人たちはどういうふうに感じてらっしゃるか。ちょっと言葉数が少なくなってきますが、どうぞ許してください。ちょっと皆さんのコメントほとんど読めなくて申し訳ありませんね。コメント明石コメントいきましょう。明石コメント、今日の放送見て、ああ胎児の命は尊いんだ、胎児の命は尊いんだ、命がけ、あ、菊池さんが読んでくれる、ありがとうございます。命がけで胎児の命を、守んなければいけないんだ、それが分かった、それが分かった。世の中は間違っている、世の中は生命感が低い。私たちはイエス様が尊いように、イエス様が尊いように、神様に似せて作られた人間も尊いということが分かった証、分かった証、スタート。ここは銀座西2丁目ですね。銀座西2丁目。銀座西2丁目。私もこうやってですね、ちょっとこういうふうに、うちわでアピール。うちわでアピールして、サイレントマーチですね。まあ声出した方がいいんじゃないかと思うんですけどね。中絶と死刑制度はすぐ廃止すべきだと分かった。そうですね、死刑制度もですね、結局は命の問題ですよね。命の問題、死刑囚だとしても命は尊い、死刑囚だとしても命が尊い、そういうことがですね大事なポイントです。いじめやパワハラとか虐待の根本に人間の罪がある。人間の罪がある。多くの場合は不貧困ね、不貧困の結果子供ができます。本来は子供ができるということは結婚の中では素晴らしいことですが、結婚外ではですね困っちゃう、子供ができて困っちゃう。そして責任を取ればいいんですけど、責任を取らないで
終列してしまう。ひき逃げと似てますね、ひき逃げ。なぜひき逃げと似てるかというと、ひき逃げもですね、引いちゃって、救急車を呼べば、救急車を呼べば命が助かるかもしれないのに、救急車を呼ばないで、自分の立場を優先して、自分の立場を優先して、逃げちゃう。中絶もですね、自分の責任で妊娠した。自分の責任で妊娠したけど、まあ、自分の責任じゃない場合もありますけどね。そしてその胎児を育てる責任があるんですけど、それは自分の立場が悪くなる。結婚してないとか、いろんな形で立場が悪いので、それで中絶してしまうという。それはまさに、責任放棄。責任放棄ではないでしょうか。責任放棄。そういうわけで、ひき逃げと非常に似てるということが、昨日ちょっと感じました。今日かな。中絶はひき逃げとよく似ている。自分の罪を、自分の罪をですね。一旦後ろの方を待ちます。もう少し前の方に詰めて。無責任に、放置し、逃げてしまうというひき逃げと、中絶は自分の責任で子供を育てなきゃいけないのに、その自分が立場が悪いから、自分の立場を、その人の生存権よりも、優先して、子供を殺してしまうという、そういうですね、はい、まあ時々止まるのは嬉しいですね。時々止まってくれるのは非常に、ここはスキヤ橋ですね。スキヤ橋です。スキヤ橋。スキヤ橋。はい。もうちょっとの辛抱ですね。もうちょっと。ここはスキヤ橋。スキヤ橋。ただいま、デモ隊が到着しました。バスの皆さんもしばらくお待ちになってください。日本は、民主主義ですから、こういうデモを許してくれというのは、非常に民主主義だと思います。私は、民主主義の、まあ、これもアメリカからもらった民主主義ですけど、民主主義、正しいデモを続けすべきです。キューちゃん、僕はイエス様主義です。
あ、そう、民主主義じゃないね。民主主義よりもイエス様主義いいですね。イエス様主義。イエス様主義。ああ、去年の方がちょっと元気でしたね。去年の方がちょっと元気でした。キュウちゃん、塩分注文しましょう。塩分、塩分はちょっと持ってない。塩分はちょっと持ってないんです。あとどのくらいでしょうか。もう1時間ぐらいね。もう1時間ぐらいですよね。あと何分ぐらいですか。もうちょっとだと思います。もうちょっとぐらいかな。あと5分ぐらい。あと5分。あと5分。すいません。言葉数少なくなりました。菊池さん、お願いします。コメントで何か打ってください。なんかこれ耐久レースみたいな。耐久レースみたいな。そういう感じですね。耐久です。はい、岸さん、わかりました。ありがとう。映していいですか。はい。いくつですか。6ヶ月。6ヶ月。わあ。何ちゃんとおっしゃるんですか。お名前は。ちょっと待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。お願いします。待ちましょう。ペトロ君。名前は。ペトロ君。ペトロ君。わあ、いい名前ですね。ペトロ。6ヶ月、かわいいですね。かわいいね。あの、私、1歳の孫がいます。ああ、そうですか。大事ですね、子供は。そうですね。日本もいい国だから、Safe Life in Japan。あ、そうそう。いい国です。いい国ですね。いい心だから。あ、もったいない、ね、やめなさいね、うん、そう、いい国だからイエス様を信じたら素晴らしくなると思うけどね、なんとか脱落しないで、なんとか皆さんについてきた。はい、そしてですね、キュウちゃんが暑さを忘れるように祈ってください。アメン。アメン。アメン。もう一つ言いたいことはですね、まあ、中絶してしまった女性、
中絶してしまった女性また男性を責めるつもりはないです。全然責めるつもりはないです。しかしぜひイエス様に、イエス様に許しを得てください。イエス様はその罪を許してくれます。その重い罪を、イエス様がその重い罪を許してくれます。コースがですね、コースが前よりも長くなった感じがします。コースが長い感じがしますが、実は私もですね、今から46年前に、まだ信仰のない時ですね、信仰のない時にある女性を、ね、女性が中絶してしまいました。私は中絶反対だったと思うんです、もっと反対するべきだった、もっと反対するべきだったと思います。私はそのことを本当に悔い改めてですね、許しを得ました。多くの人は、罪が重いんですね。罪が重いんです。ですから、いろんな罪があると思うんですが、誰でも罪が許されなければなりません。誰でも罪が許されなければなりません。ここはどこでしょうかね。皆さん、今日来てくださって本当に感謝します。まあ、一緒に中絶反対運動をしてくださっていると信じます。皆さんが、命が尊いということをですね、ぜひ理解してください。東方でもデモに参加しています。アメン。デモに参加しています。ちょっと前とコースが違うかな。前とコースが違う。はい、どうぞ。女性よりも男性の方に責任があると思います。不妊行というのはですね、やっぱり男性の方が誘惑して、男性の方がリードします。ですから中絶の罪はですね、
男性の方が大きいと思います。男性の方が大きいそう思います。まあ、あの社会の責任、社会の問題、社会の罪とも言えるでしょう。社会の罪、社会の罪とも言えるでしょう。私たちは、合法じゃないんですね。手術は合法じゃないんです。経済的な理由ということがあります。それはかなり、特別な条件なんですけど、今ほとんどですね、もう無条件で手術ができる状況になっております。中絶を反対する産婦人科も増えてほしいです。クリスチャンの産婦人科医は中絶を拒んでますね。中絶を拒んでます。クリスチャンが正しいことを主張する必要があると思います。世の光、地としようとして、クリスチャンは社会に対して、中絶の罪を、問う必要があると思います。それは責めるためではなく、本当の真理、幸せを、そうですね。あの辺だと思うんです。去年はね、途中からついていかないで、この辺から遅れて。ああ、そうですか。そうですか。もうちょっと。もうちょっと。かわいい赤ちゃんですね。映したらまずいでしょ。映したらまずい。赤ちゃん映したらまずい。Can I take a picture? This is a broadcasting, okay? いいですか。はい、かわいいですね。What is her name? ジャンヌ。ジャンヌ。ジャンヌダルクのジャンヌ。わお。わお。ジャンヌ。ジャンヌ。わお。ジャンヌ。何人？すごく。かわいい。かわいい。皆さん、こんなかわいい子供を殺していいんでしょうか。こんなかわいい子供をですね、皆さん、殺していいんでしょうか。ねえ、皆さん。赤ちゃんは可愛いんですよ。赤ちゃんは可愛い。ですから皆さんは赤ちゃんのことをよく知らないかもしれないけど、
いや、どこも信号ですね。信号を止めてくれて、私たちが優先的に通れるようにしてくれたんです。本当にすごいと思います。もうすぐですね。もう見えてきました。あと200メートル。やっとゴールが見えました。やっとゴールですね。あそこに国会議事堂見えますか？見えるかな？国会議事堂。あれが国会議事堂ですね。国会議事堂。国会議事堂。はい、ここは日比谷公園。日比谷公園。もうちょっと。なんとか。あ、その木のあるとこね。木のあるとこが日比谷公園の入り口。なんとか、キリさんありがとうございました。なんとか完走できそうです。キューちゃん応援してます。ありがとうございます。ありがとうございます。ゴールに着きました。ゴールに着きました。ゴールです。ゴールに着きました。ゴールです。ゴールです。ご苦労様です。ゴール。もう、まあ、伊勢崎さん。鈴木さん、完走しました。鈴木さん。鈴木さん、完走しましたね。素晴らしいです。よく完走しましたね。はい、もう私でもね、もうギブアップですよ。私でもギブアップ。もうちょっと待ってくださいね、あとで。完走できました。ちょっと座りたい。ちょっと座りたい。よいしょ。どこでしょう。どこでしょう。広瀬さん、よろしくお願いします。どこでしょう。どこでしょう。荷物も。120人超えてるそうですね。120人超えてるそうです。ちょっと失礼。いや、ちょっときつかったですね。もうどうやっか。おととしより。今年ちょっときつかったです。皆さんありがとうございました。はい。77歳のね、鈴木さんは、ゴールしました。
1800人見てます。あ、嬉しいですね。1800人です。88歳の方。88歳の方も多分いられると思うんです。残念ながら、LTL の参加者は、今日はいないですね。残念ですが。あ、一人来てるかもしれないですね。一人来てるかもしれない。はい、それではですね、記念写真ね。ちょっと、記念写真を撮りますので。ちょっと、記念写真、記念写真ですね。記念写真。あ、88歳の方がいましたね。88歳の方もいました。今度は写真の中に写っていた。これね、あのニコ生の放送知ってる？ニコ生さん自体知らない。知らない。あれとしてそこにいる。それであの横断幕持ってる端の男性の方、あの下ちょっと引っ張ってもらっていい？でもはい、そうです。はい、オッケーかな。はい。はい、あ、マリア様、ちょっと、ここから見て右側が下ってる、あ、上げてる。ここから見て右側、見慣れておりやすいです。OK! じゃあ、前こんにちは。前だけ、OK! はい、OK! よし、あと、その、今度後ろに待ってる方の顔が見えない。Yes! はい、OK! はい、します。大丈夫お疲れ様。お疲れ様。ありがとうございました。お疲れ様。あ、クリスマスか。お疲れ様。お疲れ様。あ、ちょっと最後に、あ、もう時間ないですね。最後にちょっとマニキュアします。今日の放送機。あ、どうもありがとうございます。よかったですね。はい。よかったですね。はい。あの、失礼ですけど、はい、メガネ取られてるんですか今。いや、普段入ってます。あ、そうですか。あ、わかりました。野村と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。またお会いしましょう。はい。また、じゃあ、お会いしましょう。よろしく。はい、来年お会いしましょう。はい。来年またよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の放送聞いて、あ、これ今ね、あの、放送してるんですね。あ、放送してるんですか。はい。あ、そうですね。はい。あ、そうですね。いえいえ。今日の放送を見て、あ、罪っていうのが分かった。罪っていうのが分かった。もう本当に、罪を許してもらいたい。イエス様に罪を許してもらいたいという人、アメンと言ってください。中絶の罪、暴力の罪、暴言の罪、人を見下す罪、人を人と思わない罪、そういう、人間を人間と思わない罪、そういう罪を悔い改めて許してほしい方、アメンと言ってください。アメン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 。
アメン。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 天の父様、日本だけでも一日何百人っていう胎児が殺されています。世界ではもう何万人、何万人っていう、胎児が一日で殺されていると思います。あなたはどれほど悲しんでいるでしょうか。あなたが愛する子供たち、あなたが愛する子供たちがそのように頭を潰され、手足がバラバラにされ、一番大事な、一番居心地のいいお母さんのお腹の中から引き出されて、無残に殺される、そのようなことがあっていいのでしょう。イエス様、どうぞその人類の罪、中絶の罪、中絶だけではありません。暴力、虐待もそうです。戦争もそうです。そのようなひどい人間の罪、人間の罪をどうぞ許してください。人間の恐ろしい罪を許してください。十字架によって許してください。あなたの愛によって許してください。多くの人たちが、その在籍感で苦しんでいるかもしれません。多くの女性が、イエス様を知って、悔い改めて、イエス様に許されますように、イエス様にその在籍感を許されて、解放されますように、癒されますように、解放されますように、癒されますように、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン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 。はい、皆さん、ありがとうございました。今日8時。今晩8時お会いしましょう。8時出ますからね。シャローン、シャローン、シャローン、シャローン。